よ、え、待て、攻撃してて、え、なに、ピカチュウかー。ブルアルエー。ブルロケブレチャリンチ用を当てるー。よーし、あと3つ付き合いでゲットしようじゃないか。待って、イワークがこっちに気づいちゃった。はい、逃げます。イワークは異常な攻撃範囲を持ってますからね。あの執着がえげつないピカチュウに比べたらまだマシだけどな。でも絶対バトルタワーに金塊一つは、うわー、私の目の前で飛ぶんじゃないよね、イチ。相変わらず主さんの特性は発動してますね。え、何あの異常な飛行速度。下の階は相変わらずヤバいな。おののくすも下の階の操作に加勢してるし。こりゃあショップゾーンに行ったら瞬殺確定ですね。アルセウスとおののくすに襲われた瞬間私の命はないからな。いやあとの金塊一体どこにあるんだ。おののくすは近づいてきてないよな。そしてあのヤドキングは確実に鬼だとわかっているぞ。怖い。徐々に近づいてきていましたね。あの狂気的な顔を浮かべながら近づいてくるの普通にホラーでしょ。なん？ヤドキングってホラー的性あったりするの？そんなポケモンは一切求めていない。あー、行くかー。ここを探索しない限りこの鬼ごっこは終わりそうにないもんなー。ここには鬼の石つぶてとピカチュウが控えていますよ。ピカチュウに倒されたあの記憶が蘇るなー。ものすごい執拗に追いかけてきますからね。もうピカチュウに遭遇したら倒されるってことで。逃げずにゴリ押しで捜索した方がいいかもしれませんね。うん、それは私もいい案だと思うよ。っていうかバトルタワーの地下ってあったのか。そういえば前回地下は探索してなかったですもんね。もしやここに。大丈夫か、鬼はいないな。おっ、怪しげなチェスト。さあ、いや普通に地下にあったパターンか。そりゃ前回見つけられなかったわけだ。でももしかしたらさらに上の階にもあるっていう可能性が。いやでもその可能性は十分あるんだよな。上の階を探しきれていないというのもある。だって結構バトルフロンティア全体探索したぜ。それでもまだ2つどこかに眠ってるってことだからな。この巨大建築物に2つ隠されている可能性は十分にあるぞ。今のところピカチュウの気配はなし。え、なんか近くにいるよね。え、あの右の方に見えてるのってポケモンの一部だよね。これ鬼なのかな。さまよう。あー、やっぱり鬼だった。っていうか新しい鬼がバトルタワーに入ってるじゃん。何このバトルタワー、鬼のポケモンがたくさん控えてる要塞とかしてるじゃん。しかも攻撃範囲広いし。これまた厄介な鬼がバトルタワーに来てたもんですね。前回は石つぶてとピカチュウしかいなかったのに。あの、そこで待ち構えるのやめてもらえますかね。こりゃあ主さんが立ち去らないまであそこにいる気ですよ。元からちょっと不気味なのに私に攻撃してくるようになったら完全ホラーだよな。おっ、諦めたか。この隙をついて中の部屋に入れないか。ダメだ、結局気づかれてしまう。はい、もう私そっちには行きません。何？サマヨールの攻撃が届いたんじゃないですかね。攻撃範囲広すぎだろ。いやーでも問題なのはこっちの階なんだよなー。あー、はい、石つぶてさん、こんにちは。今日も防衛ご苦労様です。何の防衛してるのかわからないけど、私この階の部屋に入ったっけ。確か前回下の階で石つぶてに遭遇してそこから上には行ってなかった気がするんですけど。じゃあこの階はまだ調べきれてないってことか。とりあえず向こう側から回り込むか。おっ、サマヨールが持ち場から離れたか。やばいのがいる。やばい、ピカチュウだー。こんなところで待機してたのかよ。さっきまでサマヨールしか気配なかったのに。主さんの気配を察知してやってきたのかもしれませんね。その異常な感覚養うのやめろ。いやもうピカチュウに見つかったら逃げられないのは前回わかったんだって。あれ？主さん、後ろからのピカチュウの猛攻がやみましたよ。とりあえず水に落ちる。まさかピカチュウを撒いたのか。追ってくる気配はないですね。なあ、かどうやらバトルタワーで突っかえて出れなくなってしまったようだな。これでピカチュウの対処法がわかったぞ。見つかったらとにかくバトルタワーから出てこればいい。果たしてそんな単純なのでしょうか。それにしてもあと2つが見当たらないな。この山のようなチェストのどれかを見落としている場合もあるかもしれないしな。この下の階にあると見てるんだけど。おおおお、やばい、またアルセウスか。まずい、水辺に放り出された。あ、でももしかしたらここまで攻撃は普通に届くんですね。やっぱりアルセウスは強敵だな。近距離をののくす。とりあえずここから離れた方が良さそうだな。と言いつつもやはりこの辺を探索してしまう。ふお、もうまたかよ。おののくすの攻撃か。とんでもない攻撃力とノックバックだな。やっべ、これアルセウスにも気づかれたパターンか。あー、お、アルセウスが水辺に落ちたぞ。しかもあそこは上がれない場所だ。でも主さん、オノノクスが徐々に登ってきてますよ。ちょっと待って、なんでオノノクスだけそんなギリギリでも器用に登ってこれるんだよ。どこまで追いかけてくるんだ、ストーカーか。いや鬼ごっこですからそりゃ追いかけてくるでしょう。来てる来てる来てる。
なんであんな端っこ攻めてくるの？小突いたらすぐ水辺に落ちそうだけどな。その前に主さんが大ダメージを負うことになるでしょう。運をののくすに歯向かっちゃダメだね。アルセウスは諦めは早いけど仕留めるときは本気で来る。一方オノノクスは何としても私を仕留めようとした。オノノクスも水辺に入っちゃいましたよ。イエーイ、もうこれ私完璧勝ち組じゃない。だって最強の鬼ピカチュウはバトルタワーから出られない。そして下の階最強の鬼であるアルセウスとオノノクスを水辺に追いやった。もう誰も私を追いかけることはできなーい。勝ったー。さーて、のんびりと金塊を探すことに専念するかな。おお、向こうの方でアルセウスがバシャバシャしてるわ。いやー残念だった。バッチリ攻撃は届いてるみたいですよ。なるほど、水辺にいても裁きのつぶ手は使えるらしいな。しばらく泳いでなさい。お、あと一つじゃないか。さあついに最後の一つとなりました、主さん。いやもう終わりたい。この地獄のバトルフロンティアから脱出したい。早く最後の一つを見つけないと。そんで最後の一つは、まさかイワークの近くにあるあのチェスト。イワークが常にあのチェストの近くにいる理由って。これは調べる価値がありそうだぞペル君。おう、相変わらず攻撃力えげつないな。これ普通に真正面から近づいたら返り討ちに合うパターンですよ。まあ大半の鬼はそのパターンですけど。でもあんな近いところに守られてたら一生近づけなくない？イワークが油断するまであそこのチェストは保有にしておくわ。あーでもやっぱりバトルタワーは調べるべきだよな。いやさっきのピカチュウどこに行ったんだ？さっきはちょうどこの辺まで追いかけてきてましたからね。普通にドア開けたらいそうですけど。怖いと言うんじゃないよペル君。こんなことやってたらピカチュウ恐怖症になっちまうわ。もうなりかけてるけどな。よし、誰も来てないな。はぁ、階段でピカチュウが待ち受けてたらどんなに怖いことか。とりあえず石つぶての会はゴリ押す。ゴリ押しで通路と部屋を見る。よし行け、私力を振り絞れ。ほらやっぱりチェストがあったじゃないか。その中を見たとき私の鬼ごっこはこれでしゅ。はずれー。もう一体どんだけ私に鬼ごっこをやらせる気なんだ。まだまだ主さんの鬼ごっこは続くようですね。やばい、さすがに石つぶて二人を相手にするのはきつい。ああ、私にハイドロポンプを使える才能があれば。私が鋼タイプだったらなー。こんなことにならないのに。ミロペル君、イワークが少し持ち場を離れたぞ。これはあのチェストの中身を見る絶好のチャンスだ。大主さん、今がチャンスです。さあその中身を見せてください。はずれー。残念でした。いいや、私バトルタワーの中を全て調べ終わったとはまだ思ってないからね。きっとどこか調べきれてない場所があるに違いない。む、石つぶて階段降りてこれるやんけ。今までのあの待機は何だったの？あってもこっちまでは来ないんだ。階段のところでは思うように行動できないんですかね。こっちのさまようるくん。もうまたかよ。さっきまでバトルタワーの下の階まで降りてきてたのにもう持ち場についてたのか。っていうかピカチュウってもともと外にいたポケモンなんじゃないのか。なんで引きこもり系ポケモンになってるんだよ。もう君はここにずっとこもってなさい。今度は外まで追ってきてますよ主さん。引きこもりになるのか外に出て陽キャとつるむのかどっちかにしてくれ。さすがに。なんなのあの異常な執着心は。もう主さんに圧倒的に恨みがあるとしか思えない。やってここヤバい奴らが泳いでた場所だった。いやでもこっちがダメなら向こう側に行けばいいのか。向こうの奥の方に行けば上がれる場所があったはずだ。水の中ならピカチュウも持ち前の機動力を生かすことはできます。ってこっちって。いや挟み撃ちは効いてないって。待ってくれアルセウス、竜のプレートあげるからちょっと話し合おうよ。もうこれで強敵と鬼ごっこすることはなくなっただろう。なぜならピカチュウも、オノノクスも、アルセウスも、みんな水の中だからだ。主さんがまた水に落ちなければいいんですけどね。最強のピカチュウの逃げ道として私は水を選択したんだ。奴が来ない限りもう私は水に入ることはない。さあもう最後の金塊を見つけよう。待って、まだ調べてないところあったわ。あの入り口の向こうだよ。確かに、リスポーン地点はここを入った後のところでしたもんね。まさかそんなことないよな。でももうここしか希望ないんだけ。なんか気配が。ババンドー。おい、なんでオノノクスが自ら出てきてるんだ。チェスト、もうここはゴリ押せ。あったー。もういいし、もうどんだけ倒されてもいいし。というわけで主さんお疲れ様でした。無事目標達成です。あーよかったー。ということでどうでした、ポケモンと鬼ごっこやってみて。ピカチュウ恐怖症になりました。